マルコシアスバンプ。今のファックスで、あの、市川氏のペンネーム、癒しうさぎさんがマルコシアスバンプの名前を、あの、なんかこう、後からも活躍したりとか、こう、あの、ジッタリンジンとかって、一時こう、あの、見なくなったなっていう話題から、さらに、もう一皮向けて、地道にちゃんとやってるバンドみたいになってるじゃんか。それと、あと、何、あの、ビギンとかは、多分、その別にリアルタイムで見てなくても知ってるじゃんか。もうリアルタイムで見ていた人すらもう端っこの方に入ってる人もいっぱいいるよね。あのレピッシュのそのマグミさんだ、マグミですっていう喋り方する人はあのわかんないけど、俺は全然音楽詳しくないから、まあすごい重鎮歌手とか知んないけど、なんか初め千歳の曲作った人はレピッシュの人なんだよね、確かね。確かそんな気がするぐらい嘘情報の可能性もあり、ね、もちろんですよ、嘘満載でお送りしてますから。じゃあここで一応ファックスでですね、あれですよ、いっぱいちびっ子が聞いてますし、年配の おじいちゃん先生のリスナーの人もいっぱいいると思うんですよ。でそういう人は、あのこういうバンドいたじゃないですか、覚えてますかとか、あといるんだろうね、すっげえファンだった人で今もすっごい好きな人と、どうかしてたって思う人と、二通りぐらいいるでしょう。大体ファンの人は、それ無責任でいいわけですから、そういうことですから。送ってください。あとほら、俺が忘れちゃってる、今度よく聞いてくださいよ。俺が忘れちゃってるんだけど、絶対いたっていうことを言い切ることも可能ですよ。こういう曲を出してたって言われて、そこに文章を書いてあれば、そうだっていうことで僕の中になりますから、オレンジバナナの人は何？そこでクスクスの人だよね。そうだよ、いたよ、いっぱいそういう人がなあ。みんなどうし、ブランキー・ジェット・シティとかもそうですよ、イカ天バンド、もうイサラかなってましたよ、イカ天バンドでしたからね。じゃあそんなこんなでファックス番号ですね、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540、これから言うことよく聞いてくださいよ。あのただ面白い言葉だからっていう理由で、意もしなかったバンドをさもいたように書くのだけは絶対やめてくださいよ。まあそういう人はもう見せしめのために読みますけど、見せしめのために読みますよね、ですけど、もうそれだけ僕の中でこう結局それを本気で僕覚えちゃうタイプですから、次に人にイカ天の話をした時にね、わかんないですけどもね、言っちゃう可能性があるんですよね。コゲロ踏みんスキーとかいうのが、ああコゲロ、そういえばパフォーマンスでコゲロを踏んでいたっていう話とか書かれちゃうと、もう覚えちゃいますから、それだけは気をつけて送っていただきたいんですけどね。東京03-5562-954で、東京03-5562-954ですけどもね、いろんなこと思い出すわ。そう、小室哲哉さんの曲になんかこう声入れてくれとか、笑い声を入れてくれとかって、なんか笑い声入れたんですよね。でその TMN の、うわ俺東京ベイ NK ホールで行われた TMN のコンサートも出たって言われてみれば、今思い出した、俺の歴史の中からすごい消えてた。でその出てしたら、だからその後に小室さんが、小室哲哉さんがゲストに来た時にどうでしたって話をしたら、なんかこう僕の音楽は割と枯山水みたいな感じの音楽なんだけど、なんかこうブルドーザーが来たみたいなっていう、絶対褒めてない感じで最後、うん、よかったって言ってくれたのをすごい今でも思い出しますよね。まあこの真似が似てるのかどうかなんていうのに責任は持ちません。その責任だけは僕はどうしても持ちたくないですから、なぜなら持ちたくない。だからもう、だからその時点では小室哲哉は変なし、トゥーシャイシャイボーイを俺に歌わせようと思ったと思うんですよ。おそらくあそこで俺がうまくいってれば絶対トゥーシャイシャイボーイは俺のもんだったと思うんですよ。であそこで俺がその何か小室さんのイメージ通りに歌えなかったもんだから、トゥーシャイシャイボーイが水木愛理さんのところに行ってるってことは、今現在あの時に俺がちゃんと歌えてたら、ナースのお仕事は僕がやってるわけですよ。絶対僕はナースになってるわけですよ、どう考えても。絶対にそこをもうやっちゃったですよね、もうね。だからもうそれもね、あんなひどい出来、その枯山水の中にそのブルドーザーでぶち込むような真似さえしなければ、じゃあいいですよ、じゃあその時点で伊集院さんそれは違うとね、その水木愛理さんに関してはまあ同じ時期だからすでにも決まったんじゃないのって言うんだったら、愛しさと切なさとは俺でしょ、あれは絶対俺に来る予定でしょ、どう考えたって。それがそれで分かった、俺ん家に小室哲哉さんのサインが入ってるキーボードがある理由、ベランダに。分かって、なんかさ、俺は大事にしてたの、すごい大事にしてたの、もういつもその家に帰るとイオス何百だよな、イオス何百に小室ってサインが入ってるやつを俺本当に思い出せなくて、
まあ、だね、あの時期のことを本当に俺は覚えてなくて、あなたたちもおじいちゃん先生の立場になったら分かる、本当に思えなくなってくるから、ほんで覚えてなくて、家で見るたびに俺が書いたんじゃねえかと、どのなんかこう小室になりたくて俺が書いた、なんか酔った時に俺が書いた可能性すらあると思ってたんですけど、思ってたんですよ。でいつもまあ俺はそれぐらい小室哲哉に憧れてて、ね、それぐらい憧れて、いつかは小室哲哉みたいになりたいっていうね、そういう感じだったと思うんですよ、僕は。で、家に帰るたびに、この曲を、いつも小室哲哉さんの曲を、ゲットワイルドをね、弾いていたわけですね。で、それも、だいたい家に帰ってもうちょっとぼーっとして、こう、なんつうのかな、流れる景色を、毎晩一人で見ているね、なんていう詩をこうずっと書きながらこう、たまには二人なんだっけ、どうにかたまでハマり泣いても泣いても周りの人が笑ってるみたいなみたいのを書いてたんですよ、家で座って。ですっごい大事にして、もう鍵盤を前にするとも小室哲哉が憑依する状況ですから、もう分かんないけど、レボリューションタランとかやってたわけですよ。したらその当時まだ大学生ぐらいの今 AD の柳沢くんが来て、なんか来たんですよ、うちに来て。それでその当時までそのきちんと動いてたやつやの小室哲哉さん入りのイオスが、あいつが帰ったらなんか一個だけ鍵盤が凹んでるんですよ。それでもうスイッチ入れるとファーが鳴りっぱなし、もうファーってずーっと言ってるやつになったんです。もうそこで俺の音楽的才能は破壊なんですよ。だってもうファーはずっと鳴ってる曲なんかないもん、そんな曲は。それ何を奏でようとしてもファーはずっと鳴っているっていう状況ですから、やれることは音を変えるボタンでファーをいろんな音で出すことしかできないんですよ。それしかできないんです。で、なんかね、音色が変えられる。なんかピアノにするとなんかこの押しっぱなしだからポロンみたいなのでファーが鳴ってるんですよ。それでいてなんかオルガンみたいなのにするとファーっと鳴ってるんですけど、中になんかサンプリングした声の番号みたいなの、そのボタンを押すと一日中なんか、シャルウェイダンス、シャルウェイダンスってずっと言ってんだ、それが。もうすごい嫌だったの覚えてますよ。それでもうある日もうこんなものが部屋に行ったら踊りたくなるっていうんで、もう驚いて、それでベランダに出してだけどほらサインが入ってる以上はもうベランダに、まあなんか使えなくなっちゃってベランダに置いてあったんですけどね。今歌舞伎ロックスの氏神さんからファックスをいただきました。これ信憑性としてはご本人のようでございます。これちょっと電話がします。電話番号書いてありますから。久しぶりだな、ラジオ聞いてるでござるって書いてありますから、設定は息ですね。設定は息ですよね、これね。僕は早々とオペラやめてしまいましたけど、どうでしょうか。もしもし、藤上さん、氏神でござる。うわ、ござるだ、ござるだ、うわ久しぶりだ、ひかるちゃん、何してんの。いや、ラジオだけど、あ、そうか。逆だろ、氏神さん、何してんのよ。いや、拙者は江戸に帰っておったんでござるけども、この、去年さ、ロイヤルホストであった。ファミレスであったよね。その時は、あれだよね、あれなんて言ったの、メイクじゃなくて。いやいや、あれは素顔で、はいはい。宇治神さん、清原に顔似てんだよね。意外にね。そうなんですよ。宇治神さん、久しぶり。いや、なんか、車で帰る途中だったんでござるけれども、金沢から。あ、そう、うん、営業って何やってんの。いやいや、いろんな金沢の今欲しい家と待つのをね、加賀百万石祭りとかあるんだよ。でもさ、あれだよね、お江戸とか今聞いてもいいよね。うん、なんかありがとう、すごい。何か、ね、なんかね、家帰ってすぐね、ファックス送ったの。あ、そう、金沢から家帰って、ね、ヘイローをやる。いやいや、よくわからない、俺。今、昔スーパーギャングをやってたんだろ、拙者はそこで。やってたよ、やってたよ。10年以上前、小林豊とな。そうそう、そうですよ。みんな、あれだよ、売れちゃってな。放送作家の足立元一なんか今、200、すげえ稼いでんだよ。200、すげえ稼いでんだよ。200万じゃねえかよ、どうかな。200% 男とかよく出してて。あ、そうなん。歌舞伎ロック、じゃあ、リクエスト曲あったらそれかけるわ。歌舞伎ロックスのなんかいい曲紹介してよ。いや、歌舞伎ロックスはやっぱり、うん、あ、お江戸もいいんだけどね。いいんだけど。昔、ドラゴンクエストっていうアニメのね、うんうん、主題歌で虹の都っていうのを歌ってたんで。オッケー、それ出しますわ。あったら、それをかけてください。
歌舞伎ロックスの活動してる、それとも藤上、歌舞伎ロックスまだや今もやってるんですよ、やってるよね、うん、だからね、あの6月2日にね、おいい感じ、マルコシアスバンプとかね、あの秋間くんとか、あのローリー寺西とか一緒にやるんで、6月か渋谷のラママでやってますよ、あの久々にみんな集まるんで、よかったらヒカルちゃんも来てよ、ぜひぜひ、でもう一回だけなんだ、よかったら絶対あの来てよって話なんだけど、うん、ヘロいや、セロって何、あ、まあまあ、だから疲れてるんで、いや、すまん、すまん、すまん、いや、江戸時代の人間だからあんまりよくわからないんで、そうです、まあ、なんか懐かしい名前が出たんでね、おいおい、いろいろ、うん、王権もなんか、あの、うん、本にね、拙者のことを書いて、なんかね、最近ね、あったよ、この間。勝手にね、拙者のことを書いたりね、してるんです。わかった。X の都市のこととか。あの、ヘイローやってくんないならバイバイだ、びっくりした。あのね、藤上さんは本当に人のいい人だよね。昔ね、俺ね、うわ、また思い出す。これ開けちゃいけない扉なんだよな、ギグギャグゲリラっていう。これあのね、俺が初めて持ったレギュラーなんだよね、20歳ぐらいの時かな、テレビで。まあね、今この間ね、たまたまなんかのそれこそ大野に借りたビデオの中に、そのギグヤゲリラと俺が初めてレギュラーやった日テレの深夜番組が入ってて、これで懐かしいの出てきたからって言って見たのよ。さすぐ消すわなもう多分あれが、もう多分俺が老後に俺がやらなきゃならないことは、あのビデオを日本中から消すこと、それぐらいので、その番組に一緒に出てて、そうですよ、氏神さんとの出会いはそこだったなぁ。いや、びっくりした。さ、この勢いで、わかる、ファックス切り替えます、ファックス切り替えましょう、やっぱりね、これね、ファックス、要するに僕の友達ね、僕の心の友達たちですよ、からファックスをください。誰、くれぐれも言ってきますよ、デタラメだけはやめてください。さすがにわかりますから、僕だってさすがに、それちゃんと自分である証拠ね、自分である証拠、その僕と確認すれば、あ、そんなことあったらちゃんとわかる証拠の、ちゃんとあの一文も添えてくださいよ、添えてくださいよ、それだけお願いしますよ。そうじゃないと、これもう一回だけ言いますよ、どこで何をしたかで、僕はただ問題は結構その頃記憶を忘れてますから、そのファックスを読むことで、読むことで、あー、いたいたみたいな話になる可能性もありますけど、可能性もありますけども、あのその辺をよろしくで、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540は送ってください。結構ね、イカ天板のマジなのも結構来てますよ。ゴミさん、ゴミさんからは、まさこさんいたな、まさこさん、まさこさんは後にあれだろう、なんかこうさ、トイレの花子さんかなんかのアニメの歌を歌ったりしてましたよね、きっとね。うん、地方にびっくりしてやんの俺。人間椅子の人いた、人間椅子の人もどうしてんだろう、人間椅子の人でも会ったことないけどな、覚えてない人もいるな。エビっていうのは有名だった気がするな。うん、あと他にはですね、来てたのがですね、あ、ペンネーム、岡寸止さんが、ソフマップボーイズね、いたいたね、ハローソフマップワールド、パンク版でデビューしてね、すごかったよ、電子機材をバンバン投げてはルピーを回収ですよ、ね、そういう形でね、デビューしたのだけは僕はすごいよく覚えてますね。あとはですね、他にはですね、東京都足立区、ペンネーム、ここはグリーンスタジアムさんからですね、バスクリンフルーチェーズね、危険だって言われた、ね、子供が真似するだろっていうことで、バスクリーンフルーチェーズからミルクフルーチェーズに名前を変えたという、普通じゃんの怒号の中消えていったね、あのバンドね。っていうかこれすごいのは、多分15年前にまだ、だからイカ天って誰向けた、中学生から高校生向けの番組だもんな、ね、そうやって考えたら小学生だった人とかってもう22とかでしょ、って考えたら22ぐらいの人にしてみれば、バスクリーンフルーチェーズはもういたことになってますからね。バスクリーンフルーチェーズの演奏を見てボガンボスがデビューしたんですよ。で最終的にそれをすごいいいっていう、これはもうちょっとあの派手にしていった方がいいんじゃないかっていうことで、ローリングストーンズっていう名前に変えていくわけですよ。それが僕からロック史を学びな、学び